レミアカップ。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。先頭に立ったのは11番インカメオテキン。差が開いて6番スライダイ。11番インカメオテキンがレースを引っ張るようになりました。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。ホワイトバランスは6番手といったあたり、外を通ってアルベンスヌスマーボ、これと一緒に私キマロンゲです。クラシックボールにも懸命に追う白い帽子ブラッドファイナリー、赤い帽子ホワイトバランス、クラシックボールにが2番手、内から1頭ピンクカメオゲキン、クラシックボールにが先頭だ。ブラッドファイナルが2番手、クラシックボールに先頭、1着クラシックボールに2着ブラッドファイナリー。2着1番、3着8番、以上のように確定しました。